んばんは。フットボールの熱狂を余すところなくお届けしたいジョン・カビラです。本日お届けするのはインターナショナルリーグ、エクアドル対ブラジル。今日の試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。エクアドル、今日の相手からするとやや不利な状況と言っていいんでしょうか。中西さん、決して楽な相手ではないんですが、試合をやってみないと分からないところがありますので、積極的にいってほしいです。はい、期待しましょう。試合前の記念撮影を行っています。画面では予想フォーメーションをご覧いただいています。キックオフの笛が鳴りました。エクアドル 4-4-2 のフォーメーションです。ブラジル、今日は 4-3-3 のフォーメーションです。上がっていく、フォローが少ない、クロス、跳ね返されます。ウルサイド、ボールを運ぶ、右サイドから上がっていく、当てる相手が少ない、おっと倒してしまった。中は4枚、しかし合わせられない。エメルソン、ロナウド、ドリブルで上がって右のサイド上がっていきます。右サイドからペナルティーエリア、縦へのパス。エクアドル、立ち上がりいかがですか。まずはお互い様子を見ているといった感じですかね、競り合ってロッキージュニオール、ルシオ、サーボールを奪ったカビタです。詰めて、さあ1対1だ。カフー、ああ早くフォローしてカットします。ゼロベルト、自分で持っていく。ロナウド、ウルサイド、ここでパス、このボールを奪ってロナウド、左へアドリアーノ、リバウド、これチャンスですよ。狙った、これは左に外してしまった。ブラジル、ここまでの戦いぶりいかがですか。ボールを比較的高い位置で奪われているので注意してボール回してほしいですね。はい、エメルソン、ここでカット、テノーロ、ロナウジーヌ、アドリアーノ、ウルサイド、メンチス、ここでファールの判定。大きく前方へ、ブラジル、トラップ、仕掛けるか、アドリアーノ、アドリアーノ、パンチング、キーパー素晴らしい反応でしたね。そうですね、さあここで試合の流れを引き寄せることができるんでしょうか。ここは大事にいってほしいですね。パスを回す、メンチス、スローインです。スローインからパスが自分でいくか、中に上がってきている選手が少ない、ボールはゴールマウスから遠ざかっていく。ゴールが見えたら打つという姿勢はいいと思います。はい、いいプレーでした。
セバドス、パスをつなぎます、インターセプト、シュート、ロナウド、フォローが欲しいところ。ここで前半終了のホイッスル。前半戦を終わりまして0対0、両チーム無得点のまま前半を折り返しています。それでは中西さんに前半を振り返っていただきましょう。笛が鳴って後半戦が始まりました。中西さん、後半戦について何か一言いただけますか。ゴールシーンぜひ見たいです。早く見たいですね。カフー、ロナウド、サイドに逃れました。さあスローインからグレロ、しのぎます。ルシオ、エメルソン、ロッキージュニオール、どうやってビルドアップするのか。上がっていきます。左から上がっていく。あっと倒した。ファールを取られます。ローベルトからのスピスティング、コントロールしてここで奪って、ボールを受けて見事なカット、カビタです。さあかわせるか。メンチス、ロナウド、スペースへ出せるか。倒してしまいました。ボールマッチを狙ってきた。ボールが壁に当たった。大きくクリア。今日はファールの多い試合になっちゃってますね、中西さん。レフリーが一番目立ってるのはちょっと困りますけどね。やっぱり選手が試合じゃないと。その通りですね。ロッキージュニオール、リバウド、これをカット、ポルソ、オゴシレン、グレロ。エクアドル、後半立ち上がりいかがでしょうか、中西さん。はい、スコアの動きはまだないんですが、得点につながりそうなプレーは見られましたね。仕掛けるか、受けて、パスか、自分で行くか、こっからどうする、ヘッドで弾かれた、このボールをクリア、セカンドボール、押し戻された。ルシオ、エメルソン、パス、ブラジル同点のまま後半半ばを過ぎているんですが、はい、勝って当然というプレッシャーに負けずに最後までゴールを狙ってほしいです。期待しましょう。仕掛けるか、ジョリー、グレロ、テノーロ、おっと倒してしまった。中西さん、ここで選手を変えてきました。はい、活躍を期待しましょう。直接狙った。ふっとこれをキーパーにキャッチされた。繋いで、タッチラインを割りました。さあ、この位置から、パスか、自分で行くか。オークデルマン、カビタです。カフー、そしてボールを前にスライディング、アドリアーノ、左の外から、来た来た、狙ってゴー。後半ロスタイム、決勝点ともいえる得点が入りました。監督の期待に応えるシュート、自分で持ち込んでのシュートでしたね、中西さん。はい、ステップワークのうまさと思い切りの良さが得点に結びつきましたね。はい、試合終了の笛が鳴りました。ブラジル1点差を守り切りました。本日の試合を中西さんに振り返っていただきます。一言いかがでしたか。うん、波乱もなく戦前の予想通りの結果でした。はい、それではデータを振り返っていきましょう。ブラジル、シュート数の上でも上回ってますね。はい、攻撃を常にシュートで終わろうとしている。